杉原大臣閣下も言論機関の後押しを受けられるはずです。大きな権力を得ようとするなら、言論機関や大衆の心理をうまく利用しなくては。そうではありませんか？韓近くは朝鮮赤色団に間違いないな。あ？韓近くが朝鮮赤色団であることは間違いありませんが、僕軽減の方は別にこれといった嫌疑が見当たりません。しかし韓の自白を引き出すためには僕を捕まえておく必要があるかと思われます。主な国の報道陣たちもほとんど到着している。彼らは僕軽減が出迎え飛行に出るものと思っておる。これは外務省の保険にも関わる問題だ。君に助けてはもらえんか。協力が二人だと言うのに、なぜ私が朝鮮赤色団なんですか。あれ死ぬなら、あれをなんか、朝鮮赤色団とは無関係だと。お前は僕軽減が これからは思想に問題のある朝鮮人にはどのような飛行も許可できない。飛行機で満州へ逃亡した安湘南のようにならない保証はどこにある。飛行できる道はただ一つ。偉大な皇国臣民僕軽減の姿を大衆の前で見せること。世界的な女流飛行士に育ててやることも可能だ。言う通りにするなら、まず朝鮮を越えて満州まで送ってやろう。どうかね。日本、
朝鮮、そして満州を一つに結ぶ日満親善飛行だよ。杉原外務大臣から直接聞いたんだけど、8月9日から全国的に防空訓練を行うそうよ。民間航空も軍が統括することになるだろうし、そうなったら当分の間民間人の長距離飛行は不可能だわ。なんですって？大きな戦争を準備してるみたい。そうしてるうちに戦時体制に入ってしまえば全て終わるよ。8月8日までに資金を集めるのも難しいと思うけど、何よりも外務省から許可が下りなければ全て。とにかく朝鮮に行くつもりなら急がないと。면회도 안 되고 편지도 일절 안 된다고 해서. 알아. 근데 어떻게? 기배가 좋아져서 기배랑 같이 왔어. 앉아. 근데 왜 그래? 이제 괜찮아. 고문도 없고. 자기 흰머리 난다. 잘 지냈니? 비행 준비란? 외무성에서 시키는 대로 해야 비행 허가를 내주겠대. 뭘? 만주 일본군 유문 비행하고 밀창기. 모르겠어. 사람들한테 매국노 소리 들을까봐. 조선인 너한테 해준 것도